今シーズン川崎は苦しんでいます。リーグ3連勝で勢いに乗ったかと思ったんですが、その後公式戦3連敗中。一方柏も苦しいシーズンを送っています。前節井原監督の初陣は追いついてのドローゲーム。今日新体制の初勝利はなるんでしょうか。2023明治安田生命 J1 リーグ第15節、川崎フロンターレと柏レイソルの一戦をお送りします。では改めて今日のフォーメーションです。まず川崎、前線にですね小林優を入れてですね、そういう形でどういう形でこう点を取っていくのか、特にですね中盤の大島、シミッチ、脇坂ですね、彼らがしっかりとボールを引き出しながらどれだけチャンスを作ることができるかでしょうね。そしてアウェーの柏です。こちら今日はマテウス・サビオがメンバー外なんですよね。その代わりといってはなんですが、10節の京都戦以来ですね先頭が戻ってきてますから、細谷と近い関係でですねチャンスメイクを しながらですねチャンスを作っていけるか、この辺に注目したいなというふうに思いますね。それだけにやっぱりじれずにですねやっぱりワンチャンスをものにする集中力というのは必要でしょうね。さあ宮代前を向く、スペースを使って家永シュート、枠木が行っていました。いいとこで受けましたね。かなり押し込まれてますから前線にはね、おっとさあかましたゴール前シュートだー、小林優今シーズン初先発、その起用に応えました。小林優は今シーズン2ゴール目。立ち上がりからね高い位置からプレッシャーかけてた相手のミスを誘ってですね入れ違ってうまくですね右足の内側で巻いてですね逆サイド流し込みましたよね。ボールに気持ちを乗せたようなシュートだったと思いますし、ゴール前での冷静さっていうのはね忘れずにしっかりとねゴールに流し込んだと思いますね。かなり高いですよこのラインの、この状況ではシミッチが下がる、あとこれでいる、ホセアのシュートだ、どうだ、転がって転がって外、ホセア狙っていました。ちょっと危ないシーンでしたけどね、高い位置を取ってるってことはあのリスクはあるってことですね。そうですね。さあ長いボール大南からミスボール拾ったのは柏、奪い返して脇坂、今ねグランダー中央へナイスキーパー、クリア、ゴール前には宮代が入っていきました。その前の柏にボールが動いた時のこの家永、これですよ、この家永のスライディングですよね、はい、ちょっと足に入ったかもしれませんけど、あの辺の切り替え、守備に対しての切り替えの速さですよね。スペースがある小林優、ナイスキーパー松本、見事なセーブですね松本。これディフェンダーに当たってコース変わってるんですけどね、よく反応しましたね最後足でね。左足1本です。さあこの敵陣に入ってきます。脇坂落として、上り里追加点が決まりました。上り里は今シーズン2ゴール目、前半のうちに次の1点が入りました。このいい流れで取り切りました。幅を使って広げといてですね、中央にできたスペースをうまく使いましたよね。脇坂絡み、これ喜んだ時にあれですから、このシュートは見事ですよ、はい、右足やな、右足でねコースを狙ったシュート、しっかりとねいろんな選択肢持ちながら思いっきり振り抜きましたけど、で今上り里がピッチに倒れ込んでいる状況なんです。この肩じゃないですかね、喜んだ時に。そして上り里は大丈夫そうですね。ボールが相手に渡る。さあ柏中央、高
高峰、ね、スペースで武藤シュート、ワンタッチアピールしていますが判定はゴールキックです。いいカウンターですね。少しバックパスプレッシャーを受けてバックパスがずれましたからね、川崎がね、そこのところをしっかりといい形でボール前向きでボール取れましたから、やっぱりカウンターにかける人数が多くなりましたよね。家中から戻して中央落として、いやチャンスだ、シュート、ポスト決定機、この崩しは見事でしたけどね、宮代の落としね、ゴールとキーパー見て十分駆け引きする時間がね、ファーストタッチで作れましたからね、近い方のサイド狙ったのは悪い選択ではなかったと思いますね。さあ脇高右足パーで跳ね返ってボール、これを回収して上げていく、ゴール前宮代だ、ヘリング合わせていきました。古賀の背中にポジション取ってましたから、そこにぴったりあってね、ちょっと体が伸び上がってしまったんでね、抑えることできませんでしたけど、狙いは良かったと思いますね。詰まる中央へヘリング、ドーグラス、まあ、そうですね、ドーグラスが入ることによってこの武器がありますからね、後ろからちょっとねタイミングよく走り込むような形でね、いいタイミングでヘディングしましたけどね、まあ、できればそうですね、長いボールでも何でもいいですからペナルティーの中にボールを運びたいですね、川崎のね。高峰拾って縦前を向くドーグラス、ドーグラスシュート、枠には行きました。ドーグラス高さだけではなくて、こう足元の技術は非常に高い選手ですからね。さあ前を見る、縦のボールが入る、細谷ドーグラス、ここでホイッスル、川崎リーグ戦3試合ぶり勝利、公式戦4試合ぶり勝利、2対0完勝です。